たちはみんないい子にしてましたよ。後で褒めてあげてくださいね。はい、どうも、こんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、運営さんにお願いしたいことがあって動画にしました。それは何かというとですね、この修練所なんですけども、修練所に代表されるですね、回数制限のあるクエスト、デイリークエストですよね、いわゆる。それをね、すべてスキップさせてくれないかなということですよね。もうゲームとしてですね、時間が足りない。やることが多すぎて、時間が足りないっていうのが正直な話ですね。これはね、もう以前からずっと言ってることなんですけどもね、もうとにかくこのゲームって、みなし子の仕事っていうのは、時間が取られるんですよね。しかも、残念なことにアプリの方が落ちやすいときたもんで、通常ね、プレイしているだけでもアプリが落ちやすいがために、それでプレイヤーさんがいなくなるという事態も発生していると思うんですよね。かつてそれ、動画として取り上げたこともあるんですけども、とにかくですね、デイリークエスト関係の、ね、回数制限がある、もうイベントストーリーもそうですね、イベントストーリーもそうなんですけども、本当に回数制限設けるんだったら全部スキップ、ここもそうですね、スキップさせてくださいという話です。そしてダンジョンクエストですね。ダンジョンクエストもね、これもスキップはできるんですけども、こっちの、ダンジョンの方がですね、しかしこの2つですよね、この2つに関しても毎日やらないといけない割には、スキップでもらえますけども、もう無料で全部スキップさせてください。結局ね、こういうチケットをもらったところで、使わずじまいに終わってしまうのが関の山です。もう本当に私こんな感じで、ずっと貯めてます。もうね、ラストエリクサー状態ですね。必要もないのに、貯めていってる状態ですね。これは本当にどうにかしてもらいたいところですね。本当ゲームとして時間を取られるというのはソシャゲとしてどういかがなものかなというふうに思います。ね、こういった面でもね、ちょっと改善の余地が見られないと、本当にね、応援のしがいがないというところになっていきますね。そしてまあですね、あともう一点ですね、まあみなし子のね、育成に関してはもうこれはね、システム的に変更することは難しいんだろうとは思うんですけど、なるべくですね、本当に、育成しやすい環境を作っていただければなと思います。そして、まあピースはいいですね。こういったところですね、みなし子育成に関するねところをかなり育成しやすくしてもらえればなと思います。かなりね、育成環境が難しい、本当に難しい状態ですね。なので育成しやすい環境を作ってもらえればなと思います。こういったところもね、もうドロップしやすいようにしてもらえればなと思います。今もね、ダンジョン関係では、ドロップ2倍がありますけども、これもね、本当にドロップ簡単にねしやすくしてもらえればなと思います。そして何よりもですね、武器関係ですね、武器関係にしてもですね、こういったところでね、キュートが、ありますしね、もう本当にね、ここら辺のアイテム自体は余るぐらいで構わないと思うんですよね。以前にも言いましたけど、ここはですね、まあしょうがないとしても、最終段階のね、上がるところでは必要だとは思うんですけどね、制限するのは必要だとは思うんですけども、レベル80ぐらいにはね、武器はせめて上げやすい環境を作ってもらえたらなと思います。あと、そしてですね、忘れちゃいけないのがですね、
武器ですね。武器はいちいち見ていかなきゃいけなくなるので、まあこういったね感じで検索とかね、ソートフィルターとかできるんですけども、そうじゃなくて、手打ちでですね、武器の名前を入れたらすぐに出てくるような検索機能ですね、をちょっと充実させてくれないかなというところですね。他の人のね、真似をとしても、武器がなかったりとか、コピー機能がねなかったりするとですね、探しようがねなかったりするんで、本当にね詳細にね、武器を探したりできるようにしてもらいたいと思うんですよね。アイコンだけじゃ絶対にわからないので、文字で文字入力できるようにしてもらえればなと思います。本当に探しやすさですねをしてもらえればなと思います。でないと、まあ正直面倒いんですよね。武器を武道大会の時にね、あれじゃないこれじゃないって言って探しながらやるのもいいんですけども、やっぱりね時間短縮のためには、直接入力とかしてですね、検索できるようにね、すぐにパパッと名前入れたら検索できるようにしていただければなと思います。これはかなり重要なことだと思います。もうゲームに対してもね、かなり有効なことではないかなと思うんですけど、まあアプリがね落ちやすいって言われてしまうとどうしようもないんですけども、それだったらもう少しアプリが落ちにくいようなシステム作りをね、環境作りをしてもらえればなと思います。とにかくね、アプリが落ちる、それに加えてゲームが拘束時間がね、かなり取られてしまう。そして武器を探す間にもね、アプリが落ちてしまう可能性もあるということでですね、非常に悪循環となっております。ブラウザの場合はねまだまだいいんですけどもね、バックグラウンドみたいな感じで他のね、ブラウザを見てもゲームは進行してくれるんでいいんですけども、だからといってみなしごの仕事一つだけにね拘束されるっていうのもいかがなものかなというのは正直な感想です。なのでですね、デイリークエストに関して言えばですね、ダンジョンを含めて全部ですね、オートスキップできるようにしていただければなと思います。回数制限があるものに関して言えばですね、本当にね毎日毎日やっていくとそれが苦行になってきます。苦行になってくるともうやめちゃいたいなっていうのが正直なところですね。さらにですねガチャも最近、私不運な状況が続いておりますので、それでなくてもやる気が落ちてきてるのに対してですね、ゲーム自体が拘束されているっていうこともね相まって、なかなかね、ゲームをね、深くできないと言ったところですね。まあそれならねそろそろ愛想つかしてねやめちゃえよっていう風なご意見もあるとは思うんですけどもね、まあ運営さんに対して言うのはまあ自由かなということですし、ゲーム的なことでねこういうことを言うのもありなんじゃないかなと、動画として出すのもありなんじゃないかなと、声を出すのもありなんじゃないかなと思っております。まあね他にもねなんか皆さんでご意見とかありましたらですね、コメント欄等々に、出していただければですね、私の方でまとめてまた動画にしたいと思います。不安要素とかね、不安要素等ありましたら、コメント欄に書いていただければなとも思います。ちょっとお返事することはできないかもしれないですけども、まあそういったところでまとめてまた出せればなと思います。苦情もね、ある程度は出さないと改善してくれないと思いますので、とにかく、改善してもらえれるようにね、少しでも、ゲームが楽しくなればなと思いますので、皆様もね、ご協力お願いしたいと思います。特に運営さんね本当にねゲームの拘束時間、長く
するようなことはしないでください。拘束時間、プレイ時間イコールあのゲームの楽しさじゃないのでね、ゲームの SNS じゃないですね、ソシャゲですね、ソシャゲとして楽しいっていうのは手軽にできるということなので、手軽にできるような、ゲームスタイルでお願いしたいと思います。まあ、ちょっとね、長々と言ってしまいましたけども、今回の動画はこれにておしまいとします。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボタイ。